靖国参拝報道でマスコミのいじけぶりに舌を噛む。終戦記念日に合わせて国会議員、閣僚の靖国神社参拝を興味本位で報道するマスコミから、中国、韓国のご意向を伺うかのような質問が飛んでいる。小泉進次郎環境相は返答せず通り過ぎた。江藤誠一沖縄北方省は、中韓の反発が予想されるという記者団からの質問に対し、中国や韓国から言われることではないはずだ。そういう質問の方が異常だ。こういうことを70何年間続けてもしようがないのではないかと。毅然とマスコミの質問のいじけた狙いを承知の上で語った。高市早苗総務省も、国のために命を捧げられた方を、どのようにお祭り祭礼するかは、それぞれの国民が判断することだ。決して外交問題ではありえないと述べた。連立与党の公明党、北側副代表は記者会見で、日韓関係が戦後最悪と言われ、我が国も韓国にしっかり主張すべきは主張していかないといけない局面だ。そうした中で、日韓や日中の関係を考えると、閣僚としての参拝は慎重であるべきだと閣僚参拝を批判した。共産党の志位委員長も記者会見で、靖国神社は過去の侵略戦争を礼賛する神社で、参拝はそうした歴史観を肯定することになる。国務大臣としてやってはならないことで強く抗議すると相変わらず傲慢な祖国否定だ。戦前の内外情勢を冷静に検討すれば、単純に侵略戦争と決めつけられないことは歴史上明らかだ。日本は冷静な現状分析を横に置き、官人を失い愚かな戦争に盲信したことは事実だが、現実は、中国の権威的国家主義がますます膨張し、近隣国やアジア諸国に脅威を与えている。それを見ぬふりしてまで、靖国参拝イコール侵略戦争への反省がない図式で報道したいいじけたマスコミがあり、その路線を歩むポピュリズム反戦平和志向がある。中国問題評論家石平氏の15日付ツイッターがある。日本が集団的自衛権行使を決めるのに中韓の理解が必要という山口公明党代表の発言は実にナンセンスだ。そもそも中国からの軍事的脅威にさらされているからこそ、日本は集団的自衛権の行使を検討しているのだ。家の泥棒対策を検討するのにまずこの泥棒の理解を求めるバカは一体どこにいるのか。他国からの脅威を判断したくないお花畑平和主義で祖国の安全を解くな。かえって戦争を招く落とし穴だぞ。お聞きいただき感謝申し上げます。